のかき揚げがちょっとちっちゃかったら2つ入れてみたり、まあ、気まぐれで時々なんか赤いから大丈夫ちょっと入れとくわ、きつねも2つやし。朝晩が寒いよな。から2、3日天気いいんだけな。踏んでしまったやつは柔らかくなってしまうからやっぱもう打って冷凍入れとくんで、そしたらその方があの麺が切れたりしないと忙しい時にすぐできるし何でもあるから何でも使う食品ロスのないように。畑ってちょっとそんなに大きいんですか？そこにもあるし、うちの家の周りにもあるしで、だからなんやかんやここで使ったり家で食べる一通りのものはみんなお母さんやらがね売れてくれてはる。スーパーで買うことってほとんどないですか？野菜は時期じゃないものは買ってくるんやけど、 あの玉ねぎとかも今はないから一応作るんやけど、作っててもあのなくなってしまうから一年中はないから傷んでも来るし、だからそういう時はあの今頃やったら玉ねぎとかかぼちゃとかあのさつまいもなんかは買うけど、その代わり冬はこういう人参とか青いものはこうやって切って入れたりして
なんかピーマン入れたり、なんせあるお野菜を上手にここで出していくっていうのが、うん、全部仕入れ取ったらもうどうの昔に潰れてんのちゃう。野菜も高いですよ。そうよ、野菜の方が高いやから、むちゃくちゃ今卵だって高いし、ね、何でも高騰するばっかりやからね、何でも使えるものは使って使わせてもらってます。近所の人にもくれはるし、何でもあるもの足りるから。天ぷらの品数も少しずつ増やしていかないと、天ぷらの盛り合わせとかやるから。あのうどん自販機の天ぷらってなんか、うん、やっぱりものによってはおまけみたいなあったりするんですか？そう、時々ね、あのかき揚げが あっちに入れるのが足りなくなったら、エビが残ったら辺に入れたり、あのかき揚げがちょっとちっちゃかったら2つ入れてみたり、まあ、気まぐれでいろいろ基本は一応入れとかんと、今日1個しか入ってなかった言われたらあかんから入れてるつもりではあるやけど、吹きのとうもあります。吹きのと、春の吹きのと、自宅でやってるわけじゃないか。干しが入ってる。近所の人にもらった春菊、春菊の天ぷらも美味しいよ。ものすごい量。そう、あの出荷するあと発車のやつ、うん、だから形はいろいろこんなばかりやけど、うちらは別にどんなんでも使えるものは何でも使っていただきます。
をしてから使います。自販機のうどんの出汁になるってわけじゃない、うん、そうなんよ。これは中のあの白だし、中の元になる揚げ炊いたり、あのお出汁かけ汁やらつけ汁を作る出汁の元、白だしを今作ってる。それで大きな釜で、それをそれに味を付ける。自販機のやつはもうレトルトのあの濃縮だし、缶、一等缶で。知らんから、あの人らが来てくれはるから、カメラ持って食べてる人も結構いてはるけどね。皆さんに愛されてますね。まあ、おうどんがね、おうどんを愛してもらったら、うちはええわ。田舎の店やからね、かっこよくはないけど。あの、なんでもみじの里って名前なんですか？もみじは、あの、この昔あの合併する前の北房町っていうの時の、あの、市の木がなんかもみじやったら、町だったんか、もみじやってて、それでもみじの里にしたらしい。もう全然畑違いの仕事をしてはったから、うちは。土建業をずっとしてはったから、たまたまうどん屋でも修行いうか、ね、習いに3日ほど習いに行って、うん、最初は大変やったと思うよ。
これもたまにあのうどんの自販機に入ることもあるみたいなことです。そうそう、たまにね、たまにね、あの入ってます。ちょうどあげたけど、またちょっと熱いかもしれんけど、揚げたてが一番おいしいんだけどね、なかなかフライヤーをずっとつけとくわけにいかないから。そうですね。大葉とかもできるしね。もうちょっとしたらタラの芽とかな。あ、そうですね、うん、山菜がいろいろできますやんか。そう、そんなあのもらったり、あ、うどんに出したけど、そうそう、こういうのはもうその時の時期時期で、うん、あるものをあの人々入れてあげたりしてね気まぐれで、ある時は塩これはさ、こんな美味しい。ここら辺は道を歩けば何でもね、山に行ったら茎も生えてるし、タラの芽もあるしで、まあそれがまたね、いいんじゃないかなとは思う。確かに自給自足かね。そうそう、まあ、買った味はな、みんな一緒やし、それこそいろんな自動車さんがこうどうですかっていろんな持ってきてはくれはるけど、うちは全部作ってしまうかなって色も着てはったけど、地元の業者さんもあの個人商店とかもね、このお豆腐屋さんなんかもずっとお父さん、今息子さんがしてやねんけども、美味しいよ、お豆腐とか揚げとかあの焼き豆腐とか、みんなそこから最初から買ってきて、まんまとしてあるし、出てなんかし、あ、変わるのは従業員が年取るだけで後期高齢者になっていくだけで、新しい若い人がおればいいやけど、またそれはそれでお客さんとするやろうけど、なかなか
すごい鳥っぽいですね。難しいですよね、後継者というかね。まあ、多分どこもね。そう、後継者が難しいわね。まあ、でももう、私とこにはもう、お嫁さんはおるけど、お嫁さんならまあ、先頭はこれは私で終わりかもしれんけど、私はお店するのが楽しかったから、ずっとお母さんのお手伝いしながら見てきたから、身を見まねで今もこうやってテーブル上げてるけど、ね、なかなかそれは強制はしません。お料理するのも好きやし、みんな従業員の人がお掃除が上手な人もおるし、お花を立てるのが上手な人もおるしみんないろんな特技を持った人が今それぞれに実力を発揮してくれてるから、みんなお客さんも楽しんで来てくれはるし、こちらも家で天ぷら揚げとったけど、だからみんな温度のもんとか家であるんですかね、うん、大きいから温度が下がったりせえへんやんか、これ下まで入ってるから深いやん、ね、全然違うよ、コロッケとか揚げても破裂せえへんし、これ見たの初めてですね。そうやん、時によるから、する時とせん時がある。でね、一かけを4つにするんや。もうこれ今押してるんですか。そうそう、これを押したやつを伸ばしていく。
するやんか。すぐ伸ばしたらなんかきしめになってしまうよ。なんでか知らんけど、やっぱりちょっとあの生地を落ち着かして2時間ほど、それからこう伸ばしていたら、ああいうふうにまあいいぐらいの太さに、同じように伸びてるやけど、なんか知らんけどきしめになってしまう。曲げた時に切り口はそう変わらないけどな。これがだいたい板書きはいいかな。1日おい、週末は自販機も入れるから、もう自家機か垂れる時と垂らない時もある、うん。湯がいてお昼に出すやつやから、ね、定食頼んだやつ。そうそう、定食にあのお漬物の横にな、今日はこの春菊のごま和えもつけた。昨日来ないなのか。
ます。ちょっと待ってくださいね。これがさっき作ってた。そうそう。あ、これは外用やけどね。さっき作ってた揚げは中用だからちょっと違う。種類が違う。大きさ。炊飯器用の揚げです。でも味は一緒よ。あ、一緒ですか。味は揚げの種類がちょっと違う。あ、なるほどね。ちょっと一回り ちょっとちっちゃいんで。まあ四角の方が。四角い形で、油があれついたりして、あ、
赤がたまったりするし、せっかくね、きれいにしてもらったから、きれいに掃除しとかんとね。そのホースはもともとついてる。そうそう、このホースはついてるんよ。もともとついてて。名前とかあるんですか？ない。ない。ない。日頃あげるのに誰も来てくれる。子供と会ってたら来てくれるから。最初はあの大きい声1匹だけだったんですか？うん。最初はあのもうちょっとおったんやけど、死んじゃったやつもあったり。これはあれですか？夜市で取ってきたやつ。これがもうずっとおったんやな。買ってきたやつとも、こういうなのは。あ、大きいやつ、うん、あのちっちゃいのあるやん。あれ、生きてるやつ。はいはい。あれがみんな、幼稚で取ってきたやつ。もうほんまこんなやったんや。なんでも、ちりつだと食べてしまうよ。長いのでも。あの大きいやつぐらいしか食べへんから。ちっちゃいのはよく食べる。びっくりしたかもしれない。大きい声やったら、長くてもちょっと食べへんけど。あれさん、スピーカーがちょっと、スピーカー、はい、気になったスピーカー、あれ音、昔あの有線放送を聞いとったから、それのスピーカーを外にも流しとったの。あ、じゃあ演歌とかそういうのが。そう演歌、おじいちゃんの趣味で演歌が流れとって、お正月にはことの音を流したりしながら。いつまで流れてるか分かりますか？どうかな、20年ぐらい前かな。もう一個天ぷらね、天ぷらね。
そう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 。ご飯食べようかな。終わったらもうお昼ご飯みたいな。そうそう、うん、とりあえずこれ売っといて、これでもう中には1個今入れたから。これはもう明日の分ですね。そうやね、明日か、まああとまた来はったら、うんうん、とりあえずここ今日の伸ばしたやつは売ってしまって、それで結構さっき出た感じじゃないですか。うん、出たな。今日はもうだいぶ出たよ。お昼多かったから。麺ができたら一回寝かすみたいな。あ、別に寝かさんでいいんやけど、うちはあのもう、あ、もうそのまま茹でて。そうそう、本当はこうやってすぐに茹でればいいのよ。こうしてすぐにあんこ入れるん、お昼とかもすぐに入れるんやけど、まあこうやって切り踏みした状態にあるやつはもう大抵はもうこうして伸ばして打ってしまって冷凍にかける。うちはその方が美味しいかな。美味しいというかすぐにできるから、忙しい時にこうしてる手間も省けるし。そうですね、何かあった時にすぐ。そう、忙しかったらな、売ってる時間も惜しい時間があるから。つまりうどんがないみたいな感じですか。うどんがなかったら商売になれへん。でもこの間一回この切るところが壊れた時にはな、自分でなかなか切れるもんじゃない。まあ何をしても自分ではできる、機械任せやて。でも手でこねたんよこの間。あ、そうなんですね。相当力が。まあでもこう、いや力はいらんのよ。力がいいのはこう踏んだりするときで、でもその最初にこねるんがまんべんなくきれいに こねれるかによって出来上がりのもううどんが全然違う。切れてしまったりする。あ、まあ私もしたけど、ちょっと近所の家でおうどん売ってる人にしてもらいました。おでん済んだ。あるよ。あ、ちょうだい。はい、な、お客さんね、うまいこと切れたらね、いいやつ。いろいろ。このシーズンは。
桜のシーズンとかね、やっぱ1月2月は一番ね、そう、うん、道が悪かったらな、人も出ないし、上がってこない、そう、うん、つけてるうどんってどんな感じなんですか、これ、はい、これ今湯がき中、あーなるほど、結構、うん、あと6分かなり時間っていうか、まあ、20分ぐらいかな、22、3分有名なんやね、有名人やね、カレーうどん、うどん、中華丼は1ヶ月前ぐらいから、そうですね、一応新メニューに入りました。もうご飯食べよう、はい、よかった、ガラ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 、
14時にあ19分かなり、だいたいいつもこれ、いやこれぐらいにもなる、まあ、2時を目安にかあの落ち着くようにするんだけど、その日によって違うからね。今日はちょっとしゃべっと遅かったらもう3時半とかもう食べへん時もあるし、それぐらいになる、3時半ぐらいにはなる頃なあ、これから片付けしょらもう5時はすぐ来るよな。コロ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 来はったら食べとっても休みなしでやっぱりすごいですね。だから10時のお茶の時にしっかり食べれるもん食べたかって。ああそうですね、確かに確かに食べるだけ食べとかねな、そうですね。お疲れ様です。じゃあちょっと休憩させていただきます、はい。これで今日は終わりという。そう、今日は終わり。ここうどん機じゃない、これはあのシール、シールです、シールで、まあすごい、まあありがとう、すいません、ちょっと思い出にどうぞ。どこに飾ろうかしら。あ、まあね、まあどこでも、ね、あっち持っていたらちょっと来られてまうからな。ありがとう、すいません。これそう、今日は明日のおうどんこれがまたうどんの自販機のうどんになってるとかお店で出して、そうなんです。これが壊れたよ、この間ここのところが壊れたよ。ここが壊れちゃって、この前は大きな大きなボールでここが回んねんけど、これ取ったらあの止まるからね、回ってるとこは見られへん。これで寝かす、そうそうそう、こうして一晩、一晩というか、まあ冬は一晩寝かさんとあかんけど、夏の間はまあ 2,3 時間も寝かせば次の段階には行けれるんやけど、一番もだいたい今日こうやって今夕方やから、明日の朝また今日みたいに、うん、忙しい日はもう晩にここで踏んで帰らんと朝忙しいから、
で、これでまた朝出てきたものが完成するっていう。これを今日やったらもうおうどんがそこに1個か2個しかないから、あ、もう朝やったらもうそれ、だからこれだからもう1個書いたら4枚取れるんよ。だから今日はもう2つは書いて帰っとかんと、どんな感じ。トラさん、うん、トラさん、自称トラさんいう人が、あの旅をして、あの自転車で、ま、よう回る人おるやん、若い人やったで、いろんな人、そんな人が、まあ、たまたまここ通ってここで休憩して、でなんかこんなん書いてで帰らはった。うん結構有名な方だからその頃もうちょっと YouTube がすぐにスマホが見れる時代やったらな、分かったかもしれんけど、相当昔の、そうそう、もう昔よ。日にちはどこにも書いてへんやな。でも15年ぐらい前、違う、これもその人が書かはった2000、これは違う、2007年って書いてあった。これも全部書かはってんからな。でもハンコも持ってはるからな。これ全部書いて帰らはったんと思うよ。お金かかったんですか。うん、違う、気持ちで勝手に、うん、って勝手に言ったから勝手に言ったおーってここで何かして帰らはった。泊まらはったわけじゃないよ。あ、それ今の気持ちを、そうなん、違う、面白いこと書いたら酔うわよね面白いですねいろんな人が来る。そう、いろんな人来るよ。これと邪魔だもん。お疲れ様でした。あ、この看板って、え、裏返したりはしないんですよね。あ、この営業中ってのはもうそのまんまなん、営業中もな、どっち営業中やね。あ、そうなんですね臨時休業の時だけ。あ、なるほどなるほど。ちょっとあそこに黒幕をするけど、ずっとありがとうございます。今日ははい、まだちょっと僕まだちょっと残っときますお疲れ様でした。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。